大国常勢は、近世日本の銀座の吹章で国意打ちを担当していた常勢役所の長としての代々世襲の過食に与えられた名称である。慶長6年、徳川栄康が泉堺の銀武器職人である南梁座の湯浅作兵に大国常勢を名乗らせたのが始まりであった。常勢という名称は、豊臣秀吉により堺の南梁座の銀彩駆使に与えられたものであった。 慶長長銀大国及び、常世の国印選手酒の銀吹きや湯浅作兵は、慶長三年、家康に召し出され、五銀武器役、五銀改め役を命ぜられ大国の姓を配慮した。この時作兵は、胸地下の刀と大国座の国印を頂戴している。なお、この慶長三年とする時期については、貨幣広くでは、慶長三年12月24日付の国印状を、 根拠としているが、疑問も投げかけられている。またこれは、天正10年に、家康が、情報遊覧中に、明智光秀の反乱が起こり、この時家康が、伊賀越により、三河に下校するときの道案内を作兵衛が行った、功労によるとする説もあるが、時期的に不自然であるとされる。この銀座取り立てにあたって、慶長町銀の手本銀として、菊市文字長銀、 エビス一文字長銀、及び大国国印銀が選ばれて、家康の上乱に供され、銀出有料な大国国印銀に決まり、大国常瀬が銀座の銀武器役になったとされる。またこの時の大国国印銀は、慶長長銀より、品位の高いくくりばかま長銀がそれであるとされる。家康の命により、摂津の豪商、末吉官兵衛と後藤昭右衛門は、 慶長6年5月の大国作米、常瀬の伏見銀座取り立てを兼議した。後藤昭衛門は、後藤座三郎水治の隠居後の名称であるとする、説と別人とする説がある。銀座の抗議御用場、銀座役所と呼び、銀座人が改動し銀時金の調達あるいは、銀下の幕府への上道など抗議御用を担当したのに、対し、常瀬役所は長銀及び、 小玉銀への極印打ち及び包み風を担当した。この包み銀をつねぜ法と呼び、両替屋による包みと区別した。つねぜは銀座人とは一線を隠し自ら銀座総中と称していた。銀貨の製造過程は銀座城において配布機銀と作動の規定品位に基づく取り組みが行われ、鋳造はつねぜ付書において行われた。鋳造された銀貨は、 検査を受けた上で、常勢国印役により、大国、常勢あるいは、宝といった国印が打たれた。さらに銀座で品位が正しく取り組まれていることを確認する目的で、仕上がった長銀は抜け取り検査として、ただし吹きが行われた。ただし吹きは、常勢手大立ち合いのもと、配布機法により300目の長銀から得られる上、銀の量を確認した。銀座は、 公議配付金から長銀を中造する場合、入用として、慶長銀及び聖徳銀では復高の3%を、分一銀として幕府より受け取ったが、このうち付高100巻目のうち500目すなわち0.5%を、常々が付金として受け取った。分け一銀は、現六銀は4%、法営銀は7%、英字銀及び三津法銀は10%。 さらに四つ方銀は13%と引き上げられ、文字銀でも7%であったが、常々の受け取る付金は常に0.5%であった。明和九年の南梁二種銀以降の定位銀貨の中蔵に際し、上忠氏は銀比に改めは無用として辞退し、仕上がった銀貨の目方改めのみを担当することとなった。そこで常々は目方を改めた定位銀貨に、 帝の国印を打つこととなった。また、長銀の包み風は、常々の重要な役割の一つであったが、二主銀からは、銀座が担当する銀座法となり200枚ごとの25両法となった。京都銀座は、湯浅作兵の長男である、大国作衛門、江戸京橋銀座は次男である、大国長財門が、銀改め役となり、ご世襲制とされた。完成12年には、 江戸の八代目、長左衛門常坊が、加職方面となり、銀座機能の,の江戸柿柄町への集約移転に伴い、京都の十代目、柵右衛門常明がまかり向か下りを命ぜられ柿柄町、銀座の御用を務めることとなった。元祖、大国作米城ただし。二代目、柵右衛門常坊二代目、長左衛門と春。計三代目、桜門常坊江戸三代目、長在門常信。 計四代目、作右衛門上直計五代目、作右衛門豪福江戸四代目、長左衛門常正計六代目、官方作右衛門信無計七代目、作右衛門常高江戸五代目、長左衛門常栄。江。戸六代目、長左衛門常忠。計八代目、作右衛門常柄計九代目、作右衛門常京江戸七代目、長左衛門常峰。計十代目、 作江門常明江戸八代目、長座江門常坊。十一代目、作江門常富九代目、長座江門常となり。十二代目、作江門常彩。十三代目、作江門常安。分け一銀による収入の減少した銀座を世襲した、江戸八代目長座江門常坊は収めたい銀として、金に換算して三千九百両余りの不能を、咎められ、 完成十一年四月頃より取り調べを受けた。完成十二年七月二日に、左在門常坊と、京家十代目、作衛門常明は勘定奉行、野牛久美地宅へ出頭するよう命じられ、常坊の息子常となりを連れて出頭した。ここで左在門常坊は、過食飯しっぱなしの上、英畜卿を命ぜられた。一方、作衛門常明はおとがめなしであったが取り締まり方に、 つけふつつかであったとして、9度合室を受けた。この後、京橋銀座にあった長財門家の御用道具、家作もに召し上げとなり、作衛門常明に与えられ、作衛門は京都及び京橋から機能を集約された、柿柄町の銀座を継ぐこととなった。ありがとうございます。